松屋勝春、5番手から動いて7番の斉藤敦史です。ライン3名のアドバンテージ、斉藤が田中大河を抑えました。田中大河がじわっと車を下げていくか、2番手のインでちょっと粘るような構えも見せますが、打鐘前にコーナーからバック、田中大河が車を下げます。そして勝也とちょっと中段絡んでいくか、鐘が鳴ってまだスローペース、斉藤敦史、船本健三、そして伊藤文明、大阪トリオ、4番手のインに4番、田中大河、アウトに5番車、勝也勝春、115機、同期の両者が中段絡んでいきます。これを締めに7番、斉藤敦史がペースを上げました。3番、船本健三、4番手、外並走、5番の勝也がまず行った、勝也行った、しかし3番、船本の牽制、3番、船本健三の牽制で、最終2コーナーからバック、この時点で田中大河は後方6番手、田中大河6番手、ここから間に合うか、3コーナーのカーブ、その田中大河スパート、しかし前は7番、斉藤、番手3番、船本健三で、4コーナーから直線、斉藤敦史の後ろから船本健三が抜けてきた、船本健三、通算200勝で V ゴール。